てみて。いっくよー、バニーさんからのサプライズ、ブルーアーカイブ。おそらく今月ソシャゲキャラで最もシコられてるブルアカ、ハージもあるよ。ということで今回はバニーガールアスナさんがガチャに実装されたので回していきましょう。視聴者アニキたちはバニーガールアスナちゃんは無事に引けたかな。オタクくんをご主人様と呼んで慕ってくれる女の子はきっと実在する。夢を諦めないで回そう。こんにちは、ご主人様。今日も精一杯使えてあげるね。よっしゃ、モモトークを全部読み切って集めた5420石。こいつに僕の未来とか教員の魂をかけるぜ。アロナちゃん、オフスオフス。今日も可愛いね。何色のパンツ履いてるのかな。あ、演出がなかったですね。ブルアカは昇格演出がないの。星さん出るときは紫っぽくなる以外にあるんじゃろか。お、金が4枚。自警団任務の延長ですね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。胸もキャカもでっけえな。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは先生、これからよろしくね。椿ちゃんの横乳、これは健全だな。飲めないで。配信で椿ちゃんは育てた方がいいよって教えてもらったから一定中です。まあ元のレベルが低くて全然先に進めないんだけどね。正規実現委員会、これからすっごく面白い物語が始まるよ。桃井ちゃん可愛い、人気ありそう。えへへ、お祭り運営委員会の静子です。これからよろしくお願いしますね先生。え、ああはいはい、そうですよ、営業用のセリフです。ブルアカ人気投票とかってしたことあるのかな。さてブルアカの10連目は遊ぶからな。平気平気。20連目行くぞ。むむむむむ、この色は来たな。やったぜ。勝っちゃうもんね。虹だ、虹を出してくれ。さあさあ、ピックアップは仕事してくれるのかな。本調ですね。こうなった以上手伝うしかねえな。どうしてバニーの時に来てくれなかったんですか。ブルアカのピックアップは休養中だからな。平気平気。救いはないんですか、ラッキーアイテムとか。まだだ、まだ終わらんよ。当たらなければどうということはない。こっから星310枚抜きするから。当たらないんだな。一体どれだけの兄貴たちがバニーに釣られて始めたのに、肝心のバニーを一人も入手できなかったのか。小さい絡みはないんだ。食べ物くれるの、どんなの、最後の10連一瞬だけど先行のように。やっぱりガチャには昇格演出が欲しいのやす。ちなみにブルアカのガチャ率は星3が 2.5%、 星2が 18.5%、 星1が 79% だって。おい、その先は地獄だぞ。何の成果も得られませんでした。ふざけるな、ふざけるな、バカ野郎。モモトーク読み切っちゃったし、次からはどうやって石を集めよう。しかもさらに単発で粘っちゃってるじゃないですか。単発じゃ無理だと思いますよ。そんな、僕が負けるなんて。ガチャは悪い文明、はっきりわかんだね。ガチャが無理。残り20。もうダメポ。せめてバニーじゃなくてもアスナちゃんのストーリーを見てみるか。ご主人様のお通りだぞ、グヘヘ。サイゲとか原神でブルボイスにすっかり慣れちゃってるけど、フルボイスって実際かなり珍しい方なんだよね。ご主人様のゲシュタルト崩壊はやめろー。今
未だにブルアカの世界観がよくわかんないだけど視聴者は兄貴たちをシエチクリー。一応学園と先生って呼ばれてるから学園ものだと思ってるんだけど。そんな理由で働いてたのか。仕事が面白い。一緒にいるだけで楽しんでくれる彼女が欲しかった。それにしてもでっかいおっぺいだねー。ここ最近アスナちゃんのバニーイラストが正マジ勢いで描かれてて、今月に関しては親のバニーより見たアスナちゃんだよ。視聴者は兄貴たちは誰が描いたバニーイラストが一番のお気に入りかな。しこしこイレギュラーだ。なんで学生ちゃんたちが銃持って危険な任務してるんじゃろ。だいたいそんな感じ、ギャグ漫画日和。アスナちゃんとお体ひっつけ合わせして遊びたいよな。あと関係ないけど SAO のアスナちゃんはネトラレーが好き。キリトくんはネトラレルといい顔しそうなのがさらにはかどるよね。は。隣に来たー。この距離でパイオツを拝めるとは。こちらも抜かねば。武作法というもの。なんだこのロボ。この世界、もしかして女の子以外の男は全員こんな感じなの。これもう女の子はどうやって生まれたのか。可愛いは正義だから、僕のように。どしたのわさわさ。このロボ、男がターゲットかい。突撃！いやあ！やりましたー。一体あの男は何者だったのか。ま、おっぺいがでっけえからよし。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。前回と今回場に引けなかったから押してくれてもいいのよ。あと次に紹介してほしい可愛い子ちゃんがいたらコメントしてね。さて、この動画を最後まで見た君たち。君もアスナちゃんイラストにお世話になろう。どけ、俺がご主人様だぞ。ご主人様をお守りしますでは、さらばだー。